はい、ということで皆さんこんにちは、まいちくです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。疲れましたね。まあね、この数日間、この日というかね、もう最速で、ね、リスナーさんの方々にはね、ぜひご紹介したいという思いで、まあ、僕なりにね、時間を作って一生懸命、はい、走ってまいりまして、やっとご紹介できる日になりましたね。アウディ TTS クーペですね。まあ、見た目はこのようなマシンですが、まあ、アウディのね、コンパクトカー、スポーツカーですが、はい、今日はしっかりね、このマシン、どうやってゲットできるかといえば、もちろんこの峠のね、決戦なわけですが、はい、こちらでの、まあ、注意点、まあ、簡単に言えば攻略ですね。どこを注意しながら進めていけば、いち早くね、このアウディ TT ですね、ゲットできるかっていうことをね、僕なりに、皆さんにね、ご説明させていただいて、パラメータを見てね、いつものように解説して、そして最後ね、まだ全然走ってないので、初見ですが、走っていこうと思いますが、まずは皆さんね、こちらの峠の決戦、プレイしておられると思います。今回のシーズン2では、まあ、ある意味メインともね、なっているものかと思いますが、はい。これ、一番初めから行くとね、結構、まあ、大変かと思いますね。1から、こうね、30まであって、その上がね、アンリミテッドといって、はい、簡単にね、峠の決戦の概要をご説明しますと、まあ、こちらを見ればね、簡単にわかるんですが、まあ、かいつまんでいくとですね、まあ、1から30までステージごとに報酬がね、このように、ゲットできますね。皆さんもしっかりゲットしておられるかと思いますが、そのステージ、このようにね、予選レース、挑戦レース、セミファイナル、ザ・ファイナル、そして現在のステージ30ですね、ステージ30まで、こういうふうに区切られていますが、まあこれを進めていく上でですね、僕もそうでしたが、皆さんが気になるところの一つとしては、このステージが上がっていくごとに出てくるこのミッションですね、そのミッションの内容っていうものが何なのか、これがね、ステージ上がっていくごとに難しくなっていくんではないかっていう、そういう考えも出てくるかと思いますが、結論としてはですね、ステージ30のミッションは僕の場合、まあそれぞれね、もしかしたら違いが少しあるかもしれませんが、こういうものでした。はい、いかがでしょうか。皆さんが今いるステージと比べてどんな印象を持たれますでしょうか。ステージ1からね、ステージ30まで実際僕がプレイしてきた中で、そこまでね、正直変わりません。まあ、最初から最後に至るまで同じような内容がね、少し変わりながら、例えばそうですね、何々のマシンを使って何台に勝つとかね、その何々のマシンの中身がね、違う車種になったりするだけで、まあ、基本的には同じようなミッションであると思ってくださればいいかと思いますが、まあ、そんな中でもさまざまなミッションがありますので、これを進めていく段階でね、早い段階で、理解しておく、気をつけておかないといけないものもあると思いますので、まず一つ、そのレースにおいて同時に3台の、まあ、イタリア車とかね、何々のマシンが出てくるみたいなものがありますが、そういうものに関しては、まあ、できるだけね、まあ、簡単にやっていこうとするならば、フレンドさんやね、まあ、クラブメンバーを誘っていくと簡単にそこはね、クリアできるっていうことですね。そして選抜レース、予選レース、挑戦レースの報酬がね、このようにパーツっていうふうに設定されているということで、まあ予想していた方もいるかもしれませんが、このミッションの中でですね、まあ、スーパーカーの改造、レベル20以上ですね、レベル20以上の性能改造をしたスーパーカーで何台のマシンに勝たないといけないとかね、もっと上に行くとレベル25まで改造したスーパーカーで何台のマシンに勝たないといけない、まあ、そういうミッションもあるんですね。そうなってくるとですね、そのマシンは持っているにもかかわらず、まあレベル20、レベル25まで性能改造できてないよっていう時はね、そのマシンで勝ったとしても回数にね、カウントされないっていうことで、まあ残念な結果になってしまうっていうことで、やはりパーツっていうものはね、まあ、できるだけ
必要以上にはね使わずに、そのマシン、決められたマシンが必要な場面が来て初めて使うぐらいの感覚でいた方がいいかもしれません。そして時にはですね、まあレジェンドマシンで勝つとかね、そういうミッションもありますので、まあレジェンドマシンといってもレーシング、パフォーマンス、スポーツと、まあ、皆さんがね全て持っているわけではないということで、まあそのねレジェンドマシンを持っていないとか、そこまで改造することができないっていう場合にはですね、更新回数というものがあって、そのミッションをね他のものに変更することができるんですね。なので、まあ、自分が保有しているマシンではなかなかねそのミッションクリアできないとか、まあ、物理的に不可能だという時にその更新回数5回あるので、それを使って他のミッションに交換してみてください。まあ5回と決められているので、できる限りね、まあ、時間をかけてでもそのミッションをクリアすることができるものは、まあ、できるだけ頑張って、まあ先ほど言ったように物理的に不可能とかね自分が持っていないものに関しては、まあ、できるだけ最後の方でねその回数取っておいて、本当に必要なものにその5回を使っていくっていうものも必要だと思いますので、本当に無理だっていう時だけね使うようにしていくといいかと思います。はい、ということで、まあこのね峠の決戦での注意点とかをね簡単にお話ししていきましたが、まあ、基本的にはこのあたり頭にしっかり入れて、これをねステージどんどん進んでいくと、まあこのザ・ファイナル、ここまではね普通に来れると思います。そしてアンリミテッドっていうのはね、この順位帯での限定レースでのこの称号ですねをゲットできるということになりますね。まあこの1位から1000位のものをねやはり狙っていきたいというところではありますが、まずはやはりねこのアウディ TT ですね、こちらはい無課金でゲットできるマシンですので、レアマシンではありますけどね、まあ、しっかり絶対必ずゲットできるものはねゲットしていこうということで、皆さん先ほどご説明したこの峠の決戦、注意点など含めてねしっかりゲットしてみてください。はい、それではこのパフォーマンス枠でのレアマシンアウディ TT、 こちらのパラメータこんな感じになっていますね。これをパッと見てですね、僕がまあ気づいたことというか頭に浮かんだのはですね、まあ、最近ずっとあのマシンで走ってますし、先日、まあ、昨日ですね動画に上げたばかりなので、まあ、頭に残っていたんですが、まあ、このマシンに関してはレーシング枠なので、このマシンとこのマシン比べてどちらが速いかというわけではないんですが、このロータスですねのエキシージ、僕ずっとご紹介してきましたが、このパラメータ見てくださればわかると思いますが結構似てるんですよね。もう先ほど比較したんですが、この形どうですか、本当に似てると思います。まあ、ずっと僕はエキシージ乗ってきて、まあ、動画の中でもご説明してますけど、確かにね暴れたりするところはあるんですけど、ステアリングの弱さゆえにですね、ただまあコーナリングとかとても良くて、まあ春名山とかね桃源郷というところではよく使えるマシンではありますので、 TT はどうなのか、まあ、少し確認していこうと思いますが、やはりこう見ていくと得意なコースっていうものもこういうコーナーが多いっていうところで、そしてこちらのアウディ TT ですね、峠の決戦、ステージ30でゲットしたわけですが、設計図も90枚だったかな、ゲットできるんですね。ということで ECU もしっかり凸できるということで、これは嬉しいですね。3凸までいきますからね。まあ結構パーツを使ってきたので、そうですね、まあ、いけるとこまで行きましょうか、せっかくなので。はい、全部4にしました。そうですね、これで20ですね。はい、3凸の20のこの TT が完成しました。まあエキシージ僕はこういう風にね221122でやっているので、まあせっかくなので、はい、221122ですね、適用。はい、これでまあ走ってみようと思います。その前に、はい、カスタムですね、せっかくなので見ていきましょう。ボディキットはお楽しみにということですね。まあ、こうなってくると、まあ、買えるものもねあまり正直ないんですよね。まあ、これにしとこうか、まあ、普段なかなかしない紫ですね、パープルにでもしておきますね。はい、はい、せっかくなので TT のね得意なコースということで、ここをね走っていこうと思います。
はい、ただこれは TT が得意なコースということで、僕が得意なコースではないですから、はい、少しね僕のとても苦手なコースなので大丈夫かなと思ってやってきたんですけど、皆さんこれいいですよ。 TT 君ここでしっかり曲がりますよ。これぐらいでね、はい、打角が少なく曲がれるのが本当いいですね、まあ、得意なコースだからね、この TT 君の得意なコースだからっていうのもありますが、今のはちょっとミスですね。こういう風にちょっとねグリップが抜ける時もあるので、それは気をつけないといけないですけど、まあだから打角ですね。やっぱりドリフトで無理にこの赤いところまでね、ゲージが赤くなるまでやりすぎると、まあ車はね暴れますが、しっかり抑えるとか抑えながら無理に、あー乗りやすいなこの TT、 いいね。このコースでは確かに使いやすい。スピードはそこまでね出してませんけど、あここをこういう感じで曲がれるのがいいな。多分この辺りでも、はい、十分でぶつからないですね。でこれはまあこれぐらいからいくとすんなりいけると、はい、皆さんこの TT いいです。僕の苦手なこのコースでも全然使える、まあ、タイムはねあまり気にしないでください。まあまだでも全然上がるでしょうね。はい、ということで5連ヘアピンもね後で走ってきたんですけど、正直そこではね、まあ立ち上がりっていうものは、まあ、エキシージとかに比べるとね、よくはありませんでした、そこは正直にねお話しするということで、まあ、ただまあ得意なコースっていうことでシチリア島でねさっき走りましたけど、まあ、そこで感じたのは、まあこのパラメーター通り加速がね、まあ、本当に良かったですね。そしてステアリングもねそんなにやっぱり悪くはないんじゃないかな。まあ確かにグリップですね抜けると、まあ、このドリフトがねそこまで良くないっていうことで、無理にドリフトしすぎると暴れるっていうこともあるので、このドリフトとステアリングの悪さっていうものは、まあ、関係性がねやはり高いのかなっていうふうに最近自分の中でね結びつけて考えたりしていますけど、このブレーキングの良さっていうのが、まあ、一つねこの高さですね、ブレーキングの高さが強みになっているかもしれませんね。立ち上がりっていうところでは5連ヘアピンでこの加速の良さっていうものをね実感はできませんでしたけど、シチリア島とかね、あとランクでも少し1回走ったんですけど、まあ普通に速かったです。はい、全然使えるマシンですね。ということでこちら峠の決戦で皆さんが無課金で必ずゲットできるマシンですので、ぜひねゲットしてください。特に、まあ、パフォーマンス枠がちょっと手薄なんだよなっていう方がおられればですね、間違いなくゲットした方がいいですね。この TTS クーペですけどね、まあ、TT ですね。はい、本当におすすめの1台ですね。レアマシンといえども全然、使えるマシンですね。ということで今日はですね峠の決戦、まあ、できるだけ早くね皆さんにこのマシンのご紹介っていうこともね考えていたので、まあこの動画なんとか撮れて個人的には安心しております。はい、ということでまあこういう感じのアウディ TTS でした。ほんとね十分撮る価値があるマシンだと思いますので、ぜひ皆さん頑張って撮ってみてください。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。